皆さんこんばんは、フラクタルラジオです。明けましておめでとうございます。このラジオではフラクタルのお話や科学の話をしていこうと思います。改めまして皆さんこんばんは、フラクタルのドクター酒井です。2020年明けましておめでとうございます。前回のラジオからですね、だいぶ時間が過ぎてしまいまして、気づけばもう年も明けてしまいまして、もういつぶりに撮るんだろうかっていうところまで来てしまいましたね。最近お話しすることがないなと思いつつも、こう撮るのをずっとやめてたんですよね。はい、というところで、久々にですね、前回のラジオでコメントいただいたものを、お返事させていただこうと思います。ドクター科学を教えてください、授業動画出してくださいと。ありがとうございます。授業動画ね、作ろうと何度もチャレンジしたんですが、なかなかチャレンジできず、チャレンジしたんですが、こうあれ結構大変なんですよね。まあ、なので前回のようにですね、スライドを使ってこうやっていけたらいいかなっていう感じで思っています。こんばんにちは、こんばんにちは。なんだか久しぶりのラジオですね。はい、今回も久しぶりのラジオです。ごめんなさい。はい、待ってました。お待たせいたしました。透明標本欲しいですねと。ありがとうございます。関係ないのですが、空がとても綺麗ですね。そう、僕結構冬とか、この秋とか、秋から冬にかけての空が結構好きなんですよ。はい、なんて言うんだろう、深い青になっていくところですね。結構好きだなと思ってます。はい、その後ですね、10月にフラクタルに行けなかったので、今月は、行きますということで、この名前に見覚えがあるんですよ、この橋くんね。橋くん実は先日僕12月26日に東京出張行ってきたんです。そこでもお会いしてて、で、はるばる東京のなんか多摩の方から、フラクタルに来ていただいた中学生の子ですね。本当にこの行動力というか、フットワークの軽さは僕も見習わないといけないなと思いました。わざわざお越しいただいてありがとうございます。はい、ドクターこんばんは。魚の向きにの話とても興味深いです。人の横顔の写真も左向きが多いなと思い、軽く調べたらざっくりした理由はいい感じだかららしいです。なるほど、いい感じですね。確かにね。確かに。はい、先月フラクタルに来ました。楽しすぎて本当に毎月行こうかと検討してます。もうぜひぜひその案採用してください。はい、追記されてますね。今月もお邪魔しました。ありがとうございます。もう本当に来ていただいて、じゃあこのままね、この毎月っていうのはノルマ達成していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ドクターこんばんは、こんばんは。先日台風で家と車が全壊してしまい、人生で一番落ち込んで、大丈夫かねこれ、一番落ち込んでいるので、ドクターの声で励ましてください。声といえば F 分の1の揺らぎっていうのは、なんか聞いたことあるなこれ。ドクターの声はとても優しい。もうなんかありがとうございます、こんなこと言ったり。でもにしてもね、台風で家と車が全壊はちょっとやばいですね。これあれですかね、これそもそもこれいつのラジオだっていうところがあるんですけど、はい、それはちょっと置いておいて、励ましてくださいと。むしろ励まさせていただきますね。このラジオを聞いている方、この方がこのコメントをいただいた方が聞いているかどうか分かりませんけど、ちょっと1分間ぐらいですね、この方にメッセージを送らさせていただこうと思います。1分ぐらいスキップしてくださいね。はい、台風で家と車が全壊してしまったと。まあでもそんな中でね、僕の中ではこう生きていて、この命があってよかったかなという思いではあります。なので、物っていうのはこう有限ですね。形があるものは有限だと思うんですよ。いつかは絶対壊れてしまうものだと思うので、はい、そんな中ですね、命が壊れずに済んでよかったなと思ってます。なのでこれから先またいろんなものを想像してくださいというとこです。はい、応援してますね。はい、では、次のコメントいかさせていただきます。ドクターこんばんは、ビーカーの使い道ですか。あ、例、そうですね、例のあれですね、ビーカー僕が超注文したやつですね。はい、これね、お土産的なものとかにするとかではなくて、
実はあれなんですよ、こう結構学校に配ったりとかそんなことをしているんですよね。はい、そんな風にこう教育にちょっとでも役立てばいいなと思っていろいろやってます。はい、では次かさせていただきます。ドクターこんばんは、魚の標本のお話、私には左向きを想像しました。これまで特に気にしたことはなかったのですが、今回お話を聞いてとても気になってしまいました。魚の標本を買いに行きたいのですが、あいにく学生で少し遠くに住んでいるので大人になったら伺いたいと思います。ありがとうございますそうですね、標本ぜひ早くこう勉強して大人になり、そして買いに来てください。はい、ありがとうございます。ドクターこんばんは、今日のラジオも楽しく聞かせていただきました。いきなりですが、最近真夜中の実験室や少し前に投稿されていた女子の悩みを解決するといった面白い動画が投稿されなくて少し寂しい感じです。なのでもしお時間がいただけましたらまた投稿していただけると幸いです。はい、あれですね、先日ゾウの歯磨き粉の超でかいスケールバージョンをやりましたね。はい、ね、見ていただけたでしょうか。僕の中では思っていたよりもちょっとしょぼい感じになっちゃったんですよね。多分80リットル使ってたのでうまいこと中で混ざんなかったのかなとか、触媒量足んなかったかなとか、いろいろ考えたんですが、はい、またいつかリベンジしたいなと思います。そして話変わりますが、僕の家にはビーカーが10個しかないの十分だと思います。はい、十分あると思います。多分ドクターの大学よりもたくさんありますよね。そうですね、多分そこらの大学よりかは一番多いと思います。大学のキャンパス内で行くと、まあ、少ないかもしれない。研究室としてはかなり持ってると思います。そこで提案なのですが、ドクターが子どもたちに大規模なサイエンス教室などを行ってはいかがでしょうか。はすいません、やってるんですよそれが。はい、大規模かどうかは分かんないんですけど、ちょくちょく実はやってるんです。はい、昨年ですね、ちょうど1年ぐらい前とかはホール借りてやったりとかもしてまして、今年はちょっとバタバタが続いてしまったのでなかなか企画できてないんですが、2020年今年こそはやりたいところですね。ぜひまたホームページチェックしてください。はい、ドクターこんばんは、標本ですが数枚だけ左になっているのものものに差し替えて、どちら向きのメニューを出した際に売れるかなど統計を取ってみるのも面白いかもしれないですね。確かにこれかなり理系な感じですね。確かにそういったこうね、統計取るのは面白いかもしれないですね。でもなんかそれなんかもうザビジネスですね僕なんかビジネスあんま向いてないんですよ。そういうなんかどうしたら売れるかとか考えるのすごい苦手なので、まあ、ぜひやってみようと思います。ちなみに標本のメニュー未だに変えてません。ちょっとやってみようかな、数枚だけ。はい、というとこですね。たくさんのコメントありがとうございました。またこのラジオにでもですね、もし気になったこととかあればぜひコメントしていただいたら僕がお返事させていただこうと思います。たくさんのコメントお待ちしてます。はい、でですね、もう1月1日ということでだいぶ経ってしまったんですが、実は10日ほど前にですね、私27回目の誕生日を迎えまして、実はもう27歳になってしまったんですね。気持ちとしてはまだ23歳4歳いやそんなにいってないかな、21歳ぐらいかなっていうところなんですが、なぜか年齢だけは29じゃないよ、27歳になってしまいましたね。はい、でたくさんの、プレゼントなどもいただいたわけなんですけど、中にはですね、イーゼルになんか僕がいて、でなんかケーキがいてみたいな、デコレーションしたモニュメントというかこう飾るやつをいただいたりとか、とても嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、で、先日ですね、26日ですね、先日、12月26日に東京に行ってきたんですよ。これはですね、いろいろと用事が、東京での用事が重なってで行ってきたわけなんですけど、一つは、僕がいつも東京に行くと寄っているエッペンドルフという会社の、ところ、ショールームに行ってまいりました。ここはですね、遠心機とかマイクロピペットとかを扱っているとこですね。ラジオでも何回かお話はしたかもしれません。はい、でそこに行くのが、まあ、東京出張の決まりなんですけど、まずそこに行って、で午後から東京駅でご飯食べたんですけど、東京駅に行ってなぜか食べたのがヤバトンっていう名古屋の食べ物っていうね、まあ、そこが一番並んでなかったんですよ。人気ないんですかね。僕結構ヤバトン推しなんですけど、
すごい空いてましたね。はい、でなぜかヤバトンを食べ、その後ですね、クラレ先生っていう、あの僕以上のこのハイパーマッドサイエンティストの方がいるんですけど、その人の本の出版記念イベントみたいなのがありまして、それ読んでいただいたので、それに行ったわけなんですけど、そこでですねちょっとしたエピソードがあって、あの前からですねツイッターとかでちょいちょい絡んでくれてる子がいるんですよ。でその子と初めて僕はそこで遭遇したんですね。あのなんて言ったらいいんだろう、しれっと後ろの方でそのクラレ先生の、あの本の出版の経緯とかそういったお話を聞いてて、あ勉強になるなと思いながら聞いてたんですよ。で、1時間半ぐらいですかね、物販始めますっていう時に、あ物販かと思ってそれを見てたら、突然ある時あの酒井先生ですかみたいな感じでなんかあのすごい震えた声で声をかけていただいて、でそれがそのツイッターの人だったんですよ。すごいあの押していただいててすごいありがたいなと思うんですけど、うん、でなんか震えた声で、あどうも初めましてみたいなここで、あの、まあ、よろしくお願いしますみたいな感じになって、その後その子席に戻ってくときに、あの生まれたての子羊みたいになってたんですよねあのなかなかそんな光景見れないので、僕の中ですごい脳裏に焼き付いてしまってて、これをその子は聞いてないかちょっと不安なんですけど、あのもし聞いてたらごめんなさいというところで先に謝っておきます。はい、でもですねなかなかこう自分をですねこうダイレクトに応援していただいている方と直でこう会うことってないので、あのある種僕の中ではすごく刺激になったんですよ。あまあ頑張んないとなっていう、あのなんて言うんだろう、こうフェードアウトだけはしたくないなとも思いましたし、今後ねあのさらに前に進んでいかないといけないなっていう一つの頑張る糧にもなりましたね。なので本当に東京行ってよかったなと思う一つのきっかけじゃないな、まあ原動力になりました。ありがとうございますというところです。はい、でそこでのイベントが終わりまして、その後、いろんな教授とかいろんなこう学生との飲み会があったので、まあ、そちらの方に参加させていただいたんですが、フラクタルはですね、11月5日をもちまして、実は株式会社になってるんですよ。株式会社フラクタルになってます。で、いろんなこの労働環境とかあのまあ、いろんなそのお金の使い道とかっていうのをざっくりもう見直した時期でもあったんですけど、11月それでいろいろバタバタしてたんですけどね。でそれをやっている時にふと思ったんですよ。あれこれもしかしてフラクタル超ホワイト企業じゃねみたいなこと思ったんですけど、あのホワイト企業だよっていう自分でこういう経営者の会社って大体ブラック企業っていうのがあって、でふと思ってしまった時にそれも脳裏によぎったんですよ。でもあの学生さんとお話ししてる時に、あやっぱうちホワイトだなってちょっと思いましたね。はい、旗から見たらブラックかもしれないですけど、うん、ホワイトかなと思いましたねなのでまああの本当のホワイトというのは中の人の意見というか、そのねあのうちで働いてくれてる従業員の方々の意見になるので、まあ僕が評価するとこではないんですけど、うんまあ、ちょっとでも労働環境良くなったらなと思います、うん、ですね。それと同時に、まあこれからも本当にこうなんて言うんだろう、個人事業の範囲を超えてきたので、もういよいよ会社となったっていう節目を迎えてるわけですよ。なのでさらにさらに前に進んでいかないといけないなと思っています。はい、そんなフラクタルをですねこれからも皆様、ぜひこう見守っていただけたらと思います。ぜひともよろしくお願いします。はい、2020年になってしまったわけですよ今年も、うん、で今年の抱負はどうしようかなってずっと考えてるんですけど、こう僕の中で思いついたのは何か新しいことを2020年始めたいなと思います。なのでまあこれはなんかフラクタルとしてなのか、僕一個人のドクター酒井としてなのかはまだ決まってないんですけど、ひとまず何か新しいことを始めていきたいなというとこですね。あと同時に実験の質も上げていきたいですね最近僕やってる実験結構再現性が低くなってきてしまってて、これは邪念によるものなのかみたいな時もあったんですけど、うん、なんかこうもうちょっと質を上げてね、クオリティの高い実験をやっていきたいなと思っています。は
はい、で、今フラクタルでは現在時刻は3時23分です。1月1日3時23分、現在もフラクタルは営業をしているわけなんですよ。お客さんはただいまゼロです。はい、まあ、そもそもそうだよねっていう、この1月1日にね、そのこんな時間に飲み来る人いないでしょって思うんですよ。うん、さっきまで人いたんですけどね、うん、あと去年は5時ぐらいまで人いたかな。うん、まあ、いないですよね普通に。うん、まあ、分かりきってることなんですけど、そもそもなんでこんな時間にこう僕らがこうフラクタルが営業しているかというと、フラクタル実はですね、1回こう移転していて、これ知ってる方もいるかと思うんですけど、今の場所ではなかったんですよ。前の場所はお寺の参道と言っていいのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、お寺の中でもないな、うん、ちょっとよくわかんないこう古い町並みの一角でやってまして、うん、カウンターは全部で5席しかないと、うん、たった5席の小さなお店だったんですね。でその時にこうお寺が近くにあるので、初詣の方がたくさんそこを通ると、うちの店の前を通るっていうところで、ってなるとやっぱしうちのお店こんなことやってますっていうのをこうみんなに知ってもらわなきゃなっていうのと同時に、明けましておめでとうのこの挨拶をしないとなって思ったんですよ。なので年越し営業としてもうずっと年中じゃないや24時間体制で、31日朝10時からで、1日24時間ですね、0時から24時まで、どんな人が来てもいいようにっていう万全の体制をとっていたんですよ。で今となってはもうお寺がないので、そんなこうね過酷な36時間労働をしなくてもいいわけなんですが、うん、やっぱしそれが僕の初めてのこのフラクタルでの年越しだったので、その気持ちっていうのを今後ともずっと忘れていきたくないというね、この初心の気持ちを忘れたくないっていうところで今もこうやって営業しているわけです。なのでここの時間に関しては実際お客さんが来ても来なくても、僕の中ではこう思い詰めるというか、思い詰めるではないかな、こう初心を振り返るっていう時間になってちょうどいいなと思っているわけです。はい、まあ、お客さん来ていただいたらそれはそれですごく嬉しいんですけどね。うん、なのでまあこのラジオを聞いて、あ、やってんだって思って近くだなって思った人ぜひ遊びに来てください。だいぶ体力消耗してるから、もしかしたら死んだ僕がいるかもしれませんが、一緒に楽しい時間作れたらなと思います。なんか矛盾してんなこれ。はい、そしてですね、フラクタルでは、年末恒例、まあ、大掃除っていうね、こういう店に関してはこう前からちょいと掃除をしていくべきものなんですが、僕はね、従業員のうちのスタッフに言われた言葉がありまして、ひろきさんは人にできないことができるくせに人ができることができないよねって言われたんですよ。つまり掃除ができないっていうことなんですけど、はい、ペットボトルとかね、ちょっと飲みかけの状態で1週間放置してしまったりする時もたまにあるんですけど、はい、これから捨てます。あ、2020年の抱負それにしようかな。うん、そんなことじゃなくもっと飛躍していきます。はい、ですね、で、まあ、本当はもっと前もってやっていくべきなんですが、なかなかできず31日に慌ててやっていたっていうのもちょっと現状ですね。30、31でやってましたね。まあそうするとだいぶ古い化石のような資料とかも出てきたりとかして、懐かしいななんてもうね、未だに全然終わってません。なのでまあこの2日3日は大掃除かなっていう感じです。はい、ということでですね、今日もこんな長い時間聞いていただいてありがとうございます。2020年極力ラジオを上げれるように頑張っていきますので、また皆さんぜひここでお会いしましょう。